はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2018、ペナントレースですねなんかサクセススペシャルって言いそうになっちゃったけど、今日は移動日になりまして、で、まあ、ちょっと移動する前に采配のところで練習設定を見ていきましょう。全然これ決めてなかったんで、みんなお任せになってますね。なので、杉浦くん、まあ、先発はやっぱりスタミナちょっと C は欲しいよね。で、正宗くんもスタミナ C あるんだけど、できれば B 欲しいっていうのが正直なところで、三俊くんはもう全然スタミナが足りないんでスタミナ上げていくでしょ。で、中国くんはまあ中継ぎなので、どうかな、本当は変化球を新しく覚えていきたいんだけど、そういう練習はなさそうだね。新しく変化球を覚えるっていうのはないので、まあ、スライダーも7あるし、球速申し分ないので、コントロールを上げていきますか。じゃあ、で、河合くん、コントロールは問題なさそう。球速もまあ140超えてるんで、どうかな。じゃあ、変化球を少し上げていきますか。スクリューかな。長所を伸ばしていこう。で、村正くんは、球速申し分ないね。一応先発と中継ぎ両方こなせるけど、変化球強化って、あ、両方ね。ちょっとオリジナルボールを強化していきますか。じゃあ2だからね。で、ハンマーは制球だな。ちょっとコントロールが F は少なすぎる。で、ゴロウくんは球速か。で、 T 田中、これスタミナだな完全に。ちょっと先発任せたいんで。で、スピードスターはスタミナが一応 C あるけど、急速でいきますか。で、ミカミックス、まあミカミックスはいろいろ持ってんね。変化球強化どうしようかな。スライダー強化、カーブ、あれカーブって矢印が出ないんだけど、もう上がらないってこと。まあいいか、急速にしよう。で、たぬきくんは、ちょっと待って、これなんであれになってんの、これどうやって変えるの、あ、こうか。たぬきくんは、まあ、ミートは D あるからいいんだけどな。でも主に、そうだよね、DH とかで出すんで、ちょっと打撃練習、いや、打撃だけだったらミートに特化させよう。で、脇屋くんも一応ミートを上げておこう。少し打てるようにしたい。で、国重くんどこだったっけ、いっぱいポジションついてるけど、メインポジションがよくわかんない。肩上げとこう。で、力丸、力丸くんはファーストか、まあ、ファーストだったらもうちょっと、打てる選手にしたいので、これは打撃練習でいいか。で、パワーが上がらないね、レベルが低いから。練習レベル、おじさん、おじさんどこだっけ、あ、ファースト外野か。外野もたまに出るんだろうな。もう打撃練習でいいや。花一問目、セカンド、そうだね、守備はいいね、悪くないので、打撃練習。ユッキーは、ユッキーはちょっと肩鍛えるか、守備特化させよう。で、西野くんは守備力だな。サードでちょっとやっぱり動きが悪いからね。サンタモニカ、電光石火持ってるから、これちょっと足だな。で、日野くん、あ、日野くんは打撃でいこう。これムーとバツを消したいんだよね。そういうのはないのか。なので打撃練習。玉三郎、玉三郎はちょっとこいつも守備特化させようか。で、アンドゥ、アンドゥくん、ミートだな。ワンダー、ワンダーマジで守備力くっそらかんなこいつ。昨日守備ちょっと上げよう。レーザービームをもう少し活かしたい。中田くん、中田くんは足が速いね。外野か、守備総合でいくか。これで OK かな。一応これで全員設定したと思うので、じゃあ次の日いきましょう。お、国重調子アップ、4月3日、
今日はどこ？バッファローズか。じゃあ試合へ行きましょう。で、まあ楽天3連戦が終わったとこなので少しオーダーを変えていきます。ミカミックスやる気がないね。ミカミックス出したいんだけどな。また T 田中か。ちょっと連投だな。先発、あ、先発陣がみんなあれなのか。微妙な感じなんだね。三戸志くんはオフだしな。てかなんでこんなみんな調子悪いの。じゃあミカミックスでいこう。一応このスタミナ的なものはマックスだからね。俺の煉獄が火を吹く。煉獄って書いてあるじゃん、ちゃんと。で、野手スターティングオーダーをちょっと変えていきます。はい、じゃあ一応ね、ベンチに前回下がってた人は全員あのスターティングオーダーに組み込みました。で、打順はこんな感じでいきます。中田くん、西野くん、アンドゥくん、力丸くん、日野くん、木野くん、おじさん、花一門目くん、脇屋くんですね。これでいきましょう。じゃあ試合開始と、まあ、3連戦ずつちょっとオーダー固定でやっていきますか。まあ、一戦ごとにね変えちゃうと良さとかが出る前に試合が終わっちゃいそうなんで、3連戦やっていけば、まあ、いいとこも悪いとこも見れると思うんで、ちょっと煉獄いきましょう。煉獄、大谷くんのストレートなんだけどね、単純に。で、固めでさ投げられんの。こいつ第9投げました。いきなり嫉妬してるし、こいつ終わってんなマジで。第2球投げました。おいお前なんだよ、クソすぎるだろ。マジクソだこいつ。ゴミすぎる。先頭打者ホームランゴミやんけマジで。今の先制の場面リプレイでご覧ください。キャッチャーもびっくりだよな本当に。右バッターボックスは2番大城。さあちょっとテンビハインドでいきなり追ってしまったけど、まあ、花一門目はね守備力高いんで。吉田なんだ、アップルヒッターか。第2球煉獄、いいね、手が出ない。煉獄っけ、あぶれ。コントロール重要といえば重要だよな。ツーシーム、これは内野へのフライダー、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0。まあなんとか。立ち上がり最悪だったな。初のマウンドに上がりました。今日は1回の裏1点を追いかけます。ミートが高いよね中田くんは。まあ、スルー力もそれなりにあるから。打ちました、サークルチェンジか。緩急をつけてくるね。第2球いっぱいあの赤とく持ってんね。あーでも148キロ、コントロール B、 スタミナ A、 やっぱ先発はね全体的に能力高い方が C でいけるかな。あ、しちゃったけど OKOK。 ツーベース、プロ初打席はツーベースヒットということになりました。プロ初打席か。西野君もまあミートが高い選手だからつなげていこう。第2球投げました、打った。あーでもこれはフライだね。掴みました。これでT 岡田がいる。ここアンドゥトゥルフ、トゥルワか、なんかどうもどうもみたいな。投げました、ミートが小さいんだよね。パワーヒッター広角打法持ってるのはいいけど、ジャストミートしないと本当に持っていけない。第3球を投げました、あーダメだ、バットが折れた、ピッチャー返し、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあリプレイです。なぜかリプレイが出た。リッキープロ入り初打席を迎えます。決まったストライク、ミート C パワー B、 ただ得能はなしか。第2球強振系の、決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打ちました、どうだ、無理か。掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。結構リプレイ出るね。ランナーにヒット1本ずつ。これからバファローズの攻撃に入る。まずとツーシームから入ろう。おい、なんでこいつこんな嫉妬多いんだ。コントロール E というのはやはりダメなのか。 D くらいまで持っていかないと。煉獄が結構ずれるね。オリジナルストレートコントロールが乱れるのか。第5球投げた、打った、当たりだ、センターへ飛んだ、ヒット、ボールが終わってんな、このピッチャー本当に。バッターは2塁へ向かった、 T 岡田ツーベースヒット、
今シーズン1本目のヒットが出ました。右バッターボクサー6番マレール、こいつは何広角打法、パワー A だし低めのボール引っ掛けた。日野交代、日野くんはね取りました。若干守備力が弱いんでショートにしては、まあ、肩はねあるからいいんだけど。わ、これが抜けるからね。いやー、あれ抜けるのちょっときついな。2失点。こいつ何回持つかな。最初のヒットが打点付きか、羨ましいな。初球はストライク、まずは決めてきました。投げました、打った、切れていきます、ファール。第3球を投げました、よし、OK。空振り三振、見事なピッチングです。成績とかやっぱり映したかったね。煉獄もそんなにさ速い感じしないし、そもそもマックスが140キロだからね。こいつカーバーストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。 OK。 空振り三振。2回の表が終わって2対0、この回さらに1点を失いました。ふうって感じだな。そりゃ毎回点取られて落ち込むよ。2点を追いかけます。高校チーム、日野くんもただアシスト持ちなんで、ちょっともう一発狙っていくしかない。初球を打ちました。ピッチャー横のフライになりました。全然ダメだ。マウンドの右掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。下位打線でつなげていこう。投げました。初球空振り。投球総力 C だからな。まあ塁に出てくれればサークルチェンジを。ヒット。ちょっとずらされたけどうまく持ってったな。あ、変なおじさん、パワーヒッター持ってんだよね。そうそうそう、それは覚えてる。調子は普通。第2球投げた、ジャストミットすれば持っていける。ショート右横のフライになりました。ショート落下点に入りました。噛みました。これで2アウト、ランナーは1人変わりません。威圧感みんな好きだよね。初球打った西野、ボールを掴んだ。サードから一塁。ただピッチャーを疲れさせる打線だな。昨日残塁に終わりました。2回が終了しまして、バブローズこの回は打順よく1番からの攻撃。スライダー西野、よし。投球これから2球目。ストレートを投げるときやっぱツーシーム主体で。第3球スライダーを外に出そう。ったゲーまたしくじりやがったこいつ。第4球を煉獄の危ない球。なんなのこの失投率。打ちました。いやー、三遊間の動きがな、どうしても気になる。バントしてきたよ。そしてまた失投したよ。こいつも信じられんわ。オッケーオッケー。ランナー二塁、まあアウトを取っていこう。ワンアウトランナー二塁に変わります。初球決まってストライク。そうだね、調子が悪いんだもんね。ゲー煉獄が持ってかれた。その名の通り炎上したな。今シーズン第1号ツーランホームラン。前回は右バッターボックスは4番ロメロ、 T 田中で大勝したのに、ミカミックスが出た途端にボロボロだな。第3球を投げました。空振り、追い込んでいます。誰かにも申し訳ないけど敗戦処理を任せよう。外れたボール、もうスタミナ半分減ってるもん。投げました、見送ってボール。ダメだ。投球はこれから6球目。しかし三振、打った、これはいい当たりだ。抜けた、抜けるか。ロメロナイスバッティングです。今シーズン1本目、4回は持ってほしいな。4回、あと1回投げよう。1球目ストライクから投げました。もううちのピッチャーってそんな回せないもん。投げた。強い当たり、伸びた、伸びていった。ゴミすぎんな。俺防御力いくつこれ。先ほどのプレーです。人少ないね、入ってる人が。あ、そうか、ここうちのあれか、ホームスタジアムか。うちのホームスタジアム、ホーム戦の人が少ねえな。そりゃこんなん見せられたら帰るわマジで。バッターは指名打者中島、完璧にピョってるわ。投げた、打ちました。初球打ち、ショート。ちょっとショートのさ守備力高い人マジで欲しい。二遊間はねやっぱりね打撃よりね守備を。投げた、打ちました、ファールボール。なんとか煉獄で決める見せ球。低めボール、ツーシーム。投げました、ボール、アウトコース高め。緩急でカーブ、走られた。打ちました、エンドラン、成功だな。おーい。ボールが点々と転がっている。伊藤ナイスバッティングです。今シーズン最初のヒットとなりました。いやー、これも3回降板だな。
今日の第一打席はスイングアウト。外角低め見送ってストライク。煉獄。煉獄のいいとこ全くないからね。投げました。もう外角高め。いやーやっぱりこうピッチャーは取れる。うおお。ピッチャーはやっぱりあれだな。調子の悪いやつは出せないな。投げました。打ちました。これは大丈夫でしょう。7失点3アウトチェンジ。めちゃくちゃ打たれてんな。高校チーム、この回の攻撃はラストバッター。ここはちょっと一回つなげて投げた。アウトコースをつけた。どう切れたか。第2球投げた。これは引っ掛けた。交代。頭上は超えなかったね。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた。これはボール。中田くんよ。投げた。打ちました。よし、オッケー。センターへ持っていった。このストレートはね、うまく打ち返して。で、西野くんもつなげる。ちょっと走るのは怖い。よし。どこまで行ける？アシシーあるからな。帰ってこれるか？走ろう。もうこれはね、とにかく点を取っていくしかない。オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず1点。ワンアウトランナー2塁となりまして、アンドリー。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。強振でいく。第2球投げた。ボール。第3球を投げました。サークルチェンジ。ちょっとやだな、サークルチェンジは。第4球を投げました。あ、いや、全力ストレート。力丸。第9投げました。打った。これは西野取った。一塁送球。強振打ちは難しいね。ミートとパワー両方ないと持っていけない。ブルースタジアム、ゲームは中盤4回にあります。やっぱり4回持たせるか。あと1点取られたら変えよう。一応4回まで投げさせて、少しでも中継ぎ陣休んでもらわないと。 OK、 まず1人。左バッターボックスは3番吉田。お前に与えられた職務は。インコース低めストライク。タイミング合いません。少しでも中継ぎ陣の負担を減らすことだ。おお、あさあ4球目。失投が多いぞよ。さあ投球は5球目。よし、オッケー。バッターは4番ロメロ。さっきの回もこんな感じでな、言ってくれればな。タイミング合いません。よかったんだけど。煉獄のさ、このずれ方何なの本当に。ジャイロボールもめちゃくちゃずれたけどさ、オリジナルストリートすげえずれんな。初球ストライクから。ストレートはボール。第3球は。あ、しまった。また煉獄を投げてしまった。外れた。ボール。炎上煉獄を。投げた。打った。ショート。頼む。よし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 。アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナーロメロ。もうミカミックスの役目終わった。攻撃に入ります。日野くん。アーティスト。日野と F。第一打席はピッチャーフライに倒れています。狙っていこう。もうここは第2球投げた。打ちました。全力ストレート速えな。バックネットの前でボールを掴みました。バッターは6番昨日、今日2度目のバッターボックス。やっぱミートを開いて繋いでいった方が点には繋がりそうだよな。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げました。もう西とかまだ全然スタミナ減ってねえじゃん。投げました。俺と違ってボールはライナーでセンター。どういうこと。噛みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番。おじさんは狙ってか。投げました。初球を打った。ショート右横のフライになりました。ショート落下点。取ってこれで3アウトチェンジ。悲しすぎる。5回の表、これもう前終わり。さよなら。ちょっと申し訳ない、配線処理に回ってもらおう。じゃあ五郎くん、申し訳ないね。あのミカミックスの配線処理をお任せします。おお、怖い。入った？入ってないよね。さあ次の投球投げました。球速が遅いからね。第3球を一人2回ずつ投げるか。中継ぎ陣はセンター掴みました。
これでワンアウトランナーはありません。バッターは DH の中島。第9 DH 中島広角打法。初球から打ってったセカンド右横のフライになりました。花井余裕があります。取りました。これで2アウトランナーありません。バッターは8番伊藤。今日3打席目投げた。ドロップカーブ初球外れても投げた。インロー見送ってストライク。投げた。伊藤はそんなに能力高くないね。キャッチャーだから守備系の選手かな。見送ってボール。第5球縦に落ちるカーブ打ちました。あーこれはどう。アンドゥ届くか。オーケー、ナイス。マジマこの回ピシャッと3人。5回の裏高校チーム攻撃に入ります。花1問目は普通か。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。打ちました。よしサークルチェンジ。うまくタイミングを合わせたね。いけるか2塁まで。打ったバッターは2塁へ向かった。花1ツーベースヒットを放ちました。ここはもうつないでいこう。バッターは9番ワキヤ君。こういう時チャンス A あると何気に役立つな。ミートとパワーは少ないけど第2球チャンスには強い。全然ダメ。噛みました。これでワンアウトランナーは2塁変わりません。中田君おお2安打してるか。決まってストライク。チェンジアップに猛打賞にしてあげたいね。投げました。これも早い。バッター追い込まれました。追い込んで投げました。ボール外角低め。第4球を投げました。うん結構ボールを連発するな。投げた。サークルチェンジ。タイミングをずらされた。西野も悪くはない。今日1打点取ってるからね。唯一の1打点をやはりこのミートでかい組がなんとか返してくれる。さすがにこれは無理だな。走れない。これはどうする。やっぱつないでいこう。つないでここからホームラン打つっていうのはな無理だよ。サークルチェンジ。よしよしよし。ちょっとサークルチェンジも慣れてきたね。ボールは中継。高校チーム点差を5点に縮めました。チャンスをものにできるか。アタックポイント。これアタックするとみんなの調子が上がるのかな。よし走れ。ナイス力丸。ボールは中継。帰っては来れないね。あと1人は。うおギリギリ危ねえ。今日初めてのヒットになりました。高校チームナイス。いい仕事したぜ。ここから反撃が始まります。これ何なのこの打席の入り方。誰っていう。これ狙ってこう。じゃあ投げた。変化球はアウトローへボール。ノリノリだよ。日の池投げました。前打ちました。レフト前進。打てなかった。ごめんなさい。アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。タイミングは悪くなかったけどやっぱりロックオン1っていうのかな。ゲームはこれから後半6回に入ります。もう一回ちょっと投げてもらおう。5、6には投げました。ボール第2球投げました。おつけた。取れる。取れれば取ってほしい。おーナイスおじさん。掴みました。打順のトップに帰って西野今日はホームランを打っています。西野あそっか。初球打った1、2塁間の当たり。2塁はね大丈夫。2塁はねこれで2アウトランナーありません。ある程度強い打球がいっても。2番大城第9投げました。縦のカーブ見送ってストライク。ミートイーパワーいいで持ってかれたんだな。ま、まあ、失投だからしょうがないよね。打った当たりだ。掴んでよし OK。 3アウトになります。マジマこの回きっちりと3人で抑え。いいね調子いいね。高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターここも繋いでいこう。下位打線高速スライダーボール第2球打ちました。これはセカンド真正面。ボール球だったかな今の。これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番。これが3度目のバッターボックス。おじさんもミートを開いていこう。西野下がっていったスタンドに入りました。全力ストレートがやっぱり振り遅れたな。148か。打ちました。さすがに2球連続で投げてくれば慣れるよ。ナイスバッティングです。初安打。左バッターボックスは8番花井第9初球から打ってった。左中間へのフライですが T 岡田掴みました。これで2アウトランナーは1塁変わりません。第9投げた。打ちました。初球どうだ落ちるか。落ちない。取ってこれで3アウトチェンジ。ブルースタジアムからお送りしております。
いやヒットの本数はなんか近いんだけどな、手につながらないね。もう一回いけるね。ゴロ君なんかいいドロップカーブがいいね。1球目ストライクから第2球投げた。ショートジャンプはできないか。点取られたらちょっと変えよう。吉田二塁も狙う。吉田いいバッティングを見せました。さあディフェンスポイントだったか今飛ばしちゃったけど、けこれは切れるよね。よしよしよし、危ねえ。ディフェンスポイントだね。低めストライク、これで追い込みました。オッケーオッケーオッケー、ナイスな。最初のが切れたのが結構でかかったな。投げました。アウトロー際どい球ボール投げました。ストライク。ドロップカーブは右バッターに対して使いたいよね。その顔のところから縦に落ちていく、そういう感じの使い方をしたい。ドロップカーブはこれでツーアウト、ランナーは2塁か。こんな感じ、こう全然ダメだ。みんなに1号が出てんな。リプレイをご覧ください。バッターは指名打者、ツーアウトか。ちょっと続投しよう。投げた、打った、ファール。1球目ファールから投げた。直球ストライク。特用はモリモリだね。簡単に片目打ち、流し打ち、ローボールヒッター、ダメ押し。7回の表が終わって9対3。おお、花火リードを6点としています。うちのホームスタジアムで花火上がるんだ、知らなかった。高校チーム中田君の攻撃、高速シュート、ボール。投球これから2球目、打った。ヒットはそれなりに打ってるんだよね。どうする、走る。Cだからね。ここまで3打数、いや初球引っ張った。よしよしよし、走ってくれ。よかった。3塁は戻ってこれるか。いいよ、走ろう。いや無理だな、これ間に合わねえわ。あ、間に合うか、ギリギリ。点差を5点に縮めました。このチャンスは何とかものにしたい。打率3割3分3厘か。第9投げた、初球落ちました。どうだ、ポテンっていくか。いっけ、よしよしよし、走った甲斐はあった。戻らなかったからね今。高校チームなおもチャンスが続いています。まだまだわからない。これはちょっと強振で狙っていこう。最悪犠牲フライ。失投、どうだ。失投をうまく捉えた。うまくっていうかど真ん中だからさ、うまく捉えるとかないんだけど、まあ、失投をうまく見逃さなかったっていう。よし、7点まで来た。ナイスよ、力丸。そしてまだノーアウト、アウト1つも取れていない。終わったな。ノリノリだね。よーし、調子出てきたよ。これまだまだ勝負わからないよ。今シーズン第1号ソロホームラン、2者連続ホームラン、ストレートを狙い打ち。ストレートしか打てないからね俺。さあリプレイです。バッターは6番木野、これが4度目の。おお、めっちゃ燃えてる。燃えてるとさ、どうなの。初球を打った、ボールはライナーで左中間へ。ここで畳み込もう、このチャンスの時に。昨日ツーベース、これで今日は4打数の2安打。ノリノリになってるとさ、どれくらい能力上がるの。高校チーム1打、おじさんもパワーヒッター持ってっかんね。投げました、アウトロー、スプリット。うまくいけそうな気がする。第2球見送ってストライク。スプリットはちょっとな、手が出せないよな。一発で打ってんのか、嫉妬してくんねえかな。もう嫉妬にかける。嫉妬しろ。おお、怖い。インコース低め、ストレートかと、ストレートじゃない、ストライクかと思った。第5球投げました、嫉妬した、打った、ダメだ。レフト落下点に入りました、取りました、ボールは中継。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。これは開いてこう、さすがに初球外れても。第2球投げた、打ちました。これは平凡なレフトフライ。やはり下位打線っていうところかな。これでツーアウト、ランナーは。バキヤ、君のチャンスを生かしてくれ。第9投げた、外角高め際どい球ボール。第2球投げた、高めボール球打った。そうだね、ボール球だったね。アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。
7回の裏が終わりました。1点差か。ちょっと五郎くん変えよう。中継ぎ、河合くんでいくか。やっぱ調子優先だな。ちょっとうまくいけば河合くん8回9回なんとか持ってもらいたい。2回、第9コントロールはいいからな。初球から打ってった。よしよしよし。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番足立。第9初球足立、足がめっちゃ速い。少し迷ったか。 A 走力打った、引っ張った。サード、オッケー。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。バッターは代打伏見。第9投げました。ストレートはボール。第2球投げました。2球目空振り。タイミング合いません。四隅を使っていこう。ストレート。第4球。単純すぎるよね。なんかすげえ読まれてた。ファールボール。第5球投げました。外れた。ボール。第6球を投げました。打ちました。レフトへ行った。ヒット。これはヒットだね。伏見、あれ足速いんだっけ？速くないか。足速い人は抑えたのか。初球見送ってストライク。第2球。いいだったら多分大丈夫でしょう。わし、終わった、食べた。伏見一気に三塁へ。取れるかと思ったら全然取れなかった。いやまだ。大城ツーベースヒット。ああもうツアーとかまだっていうか。第9初球空振り。ここをなんとか抑えて、なんとか抑えて、1点差ならまだまだなんとかなる。第3球を投げた。1球外してボール。投球これから4球目。大城が早いな。少し長打が出ると2人帰ってくるね。次は5球目投げた。打った、流し打ち。切れていきます。ファール。さあ6球目。スリーボールにはしたくない。もう、おわ、あれを決められなかったか。スクリューでいこう。投げた、引っ張った。マジか。3点差か。3点差は厳しいね。すげえ肩いいわ、やっぱり。さあリプレックス。ここまで2安打のロメロ。高校チーム、ここで点が加えられるようなことがあると非常に厳しくなってきます。もう厳しいよ。これもしかし空振り。これで追い込みました。三振とか振れ。よし、構え。3安打になります。8回の表が終わって11対8。近藤よくピッチャー変わんな。いいな。今日は3安打猛打賞。打ちました。初球打ち。投手陣が豊富で割と総力戦になってるからね。今日は3安打猛打賞。投げました。しかしここからクリーンナップにつなげる。3点差、一発が出ればあれだけど、ちょっとアンドゥはやっぱり開いてこう。ミート、落ちろ落ちろ。落ちない。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁。リキマルはやっぱ狙ってこう。投げました。ミート C あればなんとかなる。いやこれは落ちる。サード走れ。三塁回った。よし、あと2点、一発が出れば逆転。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。特殊能力なくても基礎能力のミートとパワーが高ければやっぱ使いやすいな。先ほどホームランの日野、頼むぞ。ノリノリではないけど。ダメだ。お前も戻れ。ほい、あ、しまった。二塁も一緒に走ってた。これって点にはなるよね。なんかみんな走っちゃったよ、間違えて。8回までが終了しまして。しかし、これは逆転サヨナラの布石だな。第2球、あえて同点にしない。ストライク。第3球を投げました。打ちました。これも打ち取ったね。よし、そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからライトに入っています。後藤、危ない球。貝またぎ、流し打ち。これは無理か、取れないな。レフトの左ヒット。ボールがツーベースになるね。後藤、1塁回って2塁へ。後藤、ツーベース。ワンアウトか。今シーズン1本目のヒットが出ました。なんとか抑えたい。今日2本のヒットを放っている7番バッター。7番バッターもちょっと怖いよな。 CC で結構特殊能力持ってるし。中島、決まってストライク。追い込んでいます。打ちました。取れるか。サード、西野くん。よし、 OK。 これでツーアウト。よく頑張った。
今の取ってくれたのはでかい。うわキロ無理か。ちょっと前進守備してたね。バファローズ1点入りました。12対10。クエのタイムリーツーベースヒット、今シーズン最初のヒットとなりました。先ほどのプレーです。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で、あ、1点差だったからね、点をやれない。おーい前進守備今の、多分そこら辺勝手にやるからね。定位置ちゃんと見とこう。定位置だね。打ちました。投球これから2球目、流し打ち。これもサード大丈夫でしょう。これで3アウト。9回の表が終わって、さあ最後の反撃、下位打線か。そして最後は守護神の増井、今シーズン初のマウンドに上がりました。9回の裏2点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは昨日初球から打ったセンター。確かに下がすごいね。スライディングキャッチ、ゲロメロとかいうやつ。ランアウト、ランナーはありません。さあリプレイです。かっこいいわ、かっこいいね。バッターは7番、おじさん狙ってこう。投げた、ダメだ。初球打ち、セカンド後方だ。これは9回このまま終わってしまいそうだ。バッターは8番、花井。いやだって8番でしょ。なんとか1番バッターまでつなげればね。初球打ちました。落ちるか、落ちないか、無理だ。結局三者凡退。高校チーム惜しくも逆転ならず。後半ねいいとこまで行ったんだけどね。てか前半の最初のマジミカミックスか、点取られすぎだよ。いやただピッチャーはやっぱりね調子考えて出さないとねダメだわ。ご覧いただきましたように12対10、高校チーム2点差で先制ソロホームラン。5回、外野フライに打ち取る。ゴロからツーランホームラン、全部向こうじゃねえかよ、ね、勝ったチームのハイライトなのこれ。お、小林から力丸のホームランか。これは確かに良かったね。これは良かった、スリーランホームラン。で、ソロホームラン、これは2者連続の時か。で7回は最後打ち取られましたと。で8回、タイムリーツーベース。この返球ね結構良かったと思うんだよね。で黒木からタイムリーヒット。まあやっぱ打ち合いにはなるよね、どうしても。犠牲フライこれはなぜか2人走ってしまった。これなければもしかしたら試合変わってたかもしれないけど、まあしょうがないよね、そんなん俺が悪いんだから。タイムリーツーベース、これ絶対前進守備だったよね。あれフェンスすぐ後ろ、もう店とかがあるんだ。何の球場かよくわかんないけど、そもそもこれ。ああ負け位置がついちゃった俺。いっぱい、西野はあれか、あっちの西野か。うちとしては力丸くんが7回1号、昨日も7回1号という感じですかね。12対10と。スリーランホームラン、ホーム敗戦結構減るな。お、 T シャツを開発してみませんか。でこいつも T シャツか、西野くん。はい、というところでね、先発のミカミックスが大炎上しちゃったんで、まあやっぱりちょっと投手はね少し調子を優先して出していきたいと思います。まあもちろんスタミナがね、ないとすぐへばっちゃうんで、まあ、全体的にねやっぱりまだ人が少ないんで、これ途中でも多分人入れられると思うんで、確か
まあまだまだね選手枠はいっぱいあるんでぜひねちょっと試合見てくれた方々はこれ補強した方がいいんじゃないかっていう選手を作ってください。お礼は特に今感じてるのがショートのね守備の高い人やっぱりねあこれ抜けるかっていうのがね多いんで、やっぱ二遊間はね、守備高い選手がやっぱりいいと思うんで、ショートね守備の高い選手をお待ちしてます。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。